2分で。東京リベンジャーズ254は始まりまーすー。みんながサンズの走らせた暴走列車に惹かれて殺されるビジョンを見た竹道は、目の前でみんなが死んでいくビジョン。サンズは、めんどくさいからみんなを殺したと口走っていた。ビジョンは一瞬にして消えたが、これって、もしかして、これから起きるかもしれないことだ。やばい。なんとかしないと。拡張との対決を取りやめて、サンズを探しに走り出した。拡張は、竹道が逃げ出したと思って追いかけた。ビジョンで見たことは、これから必ず起きる。サンズを止めないと。レールに触れて、ビジョンが見えたことは、サンズは、このレールの先にいるってことだった。拡張は必死で竹道を追いかけてきた。竹道は、拡張に構っていられなかった。絶対にサンズを止めないと。次の瞬間、追いついた拡張が竹道を投げ飛ばした。竹道は、拡張に説明している暇がないから、とりあえず、逃げるしかなかったが。前に立ちはだかってしまった拡張。竹道は、とにかく、誰も死なせたくないから、どいてくれと拡張に言うが。拡張は何のことがわからなかったが、竹道の必死の様子を見て、一緒にサンズを探すことに。その頃、レールの先では、サンズが列車に乗って、先頭の操縦室で列車を動かそうとしていた。いろいろいじっている間に、列車が動いた。サンズは、うずら笑いをした。そして、その列車を動かし始めている竹道と拡張がサンズを見つけた。拡張が竹道の言う通り、サンズが列車を動かしてみんなを殺そうとしていることを目の当たりにして、驚いた。拡張は、サンズの計画を止めなければいけないと思い、サンズをやっつけるために竹道に協力することに決めた。竹道と拡張はサンズを止めることができるのか。